アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。まずは悲しいお知らせからやっていきます。どうやら最近 YouTube 界そしてニコニコ界から続々とガンダムオンラインユーザー歴戦のユーザーたち子さんのねユーザーたちがどんどんやめていっている模様です。まずはその方たちに黙祷。どうしちゃったんだよ本当。どうしたんだよ。なんで顔出ししちゃったんだよシルビー。まあねどんどんねやめていってもらっていいと思うよエテは。うん、そうすることによってね強い人たちが、どんどんいなくなっていくにつれて上の席が空くっていうことはエテがいる位置がまあその低く見積もってまあ真ん中ぐらいだとしたら上がいなくなることによって下がいなくなるってことはエテの位置がちょっと高みになって最終的にはエテが一番になれるっていう可能性が出てきましたのでそのガンダムオンラインねめちゃくちゃやってる強い人たちはねどんどんやめていっていいと思います。よろしくお願いします。まあ強いて言うならばね、辞める前に、例えば、そうだな、エテポンゲを大将にしてみた、わらわらみたいな、そういう動画作ってみてはいかがでしょうか。はい。よろしくお願いします。はい。では、今回も、原作通り、ガンダム一式で、20分大規模戦を、戦うシリーズやっていこうと思います。よろしくお願いします。では今回のガンダムを紹介いたします。今回はこちらのガンダムを使用します。ガンダムレベル71、こいつはフルチケ改造してあります。まあ前のガンダムと違うところは、特性がまず違うっていうところですね。前のガンダム通常カラーのガンダムはコンバットカスタムだったのですが、この紫色のパープル仕様のガンダムはロケットシューターになっております。ですので今回武装を思い切って変更いたしました。まずはこちらハイバーバズーカ強襲型タイプ2班、これを持たせることによって、こちら威力が6600になっております。マックスまで強化してね6600の ×2 なので13200ですね。13200、それに特製のロケットシューターの追加効果が発動いたしまして、10%、13200の 10% だから、1320、それによって、相手を、足をつかせる、ダウン値がね、2発入れることによって、600ぐらいになって、相手をダウンさせることに成功いたしました。はい。なので今回は武器はこのハイパーバズーカ強襲型タイプ2班を持っていきます。そしてビームライフル FA、 これはいつも通りですね。まあここはね外せない、基本的に構えるのはこのビームライフル FA です。
こいつを構えていることによってガンダムシールドを使用することが可能になっております。そして、ビームサーベル、強改良型二刀流ですね。まあここはまあやっぱり外せないですね。まあいろいろとね、各方面から意見はありますが、やはり長いスパンでのね戦いになりますので、20分間一気で、回すっていうことはやはり弾切れっていうのが一番、警戒しなきゃいけないポイントの一つになっておりますので、ここのビームサーベル、改良型二刀流は外せません。はい、まあ保険ですね。まあいつも通り保険のビームサーベルということで、認識していただければありがたいです。こんな感じで、モジュールはいつもの3層構モジュール、そしてミッションユニットはスピードアップとブーストユニットのレベル3を積んでおります。よし、もう今回前回はね、一応前回のガンダムは、10分ほどはちゃんと戦えたんで、確実にね進歩しています。あとは戦場いい戦場を引けるか否か、全てはそこにかかっていますので、多少運が必要になってきますが、ね、どの戦場が来ても、しっかり立ち回れる訓練はね、ま、日々行っておりますので、今回は、きっちり20分戦い抜いてみせようと思います。では、参戦いたします。いきます。勝った、大得意なマップ来ましたね。トリントンです。もうエテがほんと得意とするマップの一つ、トリントン。エテの一番得意なルートは初動 BZ、この初動の凸ルート B から行き、中央の、ここから入って下を通って Z に行く、もしくはこの崖沿いをまっすぐ突っ切って Z に行く、このパターンが Z 凸の刺さる、ルート、エテの得意ルートの一つです。今回はね、しっかり拠点を殴って、なおかつやられることなく自拠点に帰ろうと思います。まず拠点殴ったらもう勝ちってことにしない。もうそれは拠点殴ってさ帰ってこれたら、それはもうエテの勝ちってことにしない。今回はそうだな、崖上を通って、地下には入らず崖上を通って Z を目指そうと思います。よし、親父が熱中するわけだ。でポンゲリハプティズ、いきます。基本的にはね、ガンダムシールドを構えるこのビームライフルを、セットして、敵機が近づいてきたり、敵機を発見した際には距離に応じてバズーカを、撃つのバズーカに切り替えるのか、近接格闘で仕留めるのか、しっかりねそこの判断を誤らないようにしましょう。これシンプルにこれ通りそう。これわコンテナを回収した。レーダー音なし、レーダー音あり、レーダー音あり。
心配ない。修理は任せろ。修理とかお願いできませんか。またまた。心配ない。修理は任せろ。くそー！好き勝手やられちゃ困るんだね。出撃する機体を選んでください。